面でもこちらアンジェです。本日のテーマはある程度のストレスは必要というテーマで話していきたいと思います。今の時代、自分の気持ちを第一優先に考えようとか、無理はしないようにしようとか、そういう風潮があると思うんですよ。もちろんそれはものすごくいいことだと思います。なぜなら人によってキャパっていうのは違ってくるからです。ある人はこのぐらいなら大丈夫だけど、でも他の人はこのぐらいしか頑張れないとか、そういうことが、まあ、人間100人いれば100通りなので普通に起こりうるわけですよ。でもだからといって全てを自分の気持ちに従ってしまったらどうなるか、そういうことを考えた結果、やっぱりある程度のストレスは必要なんじゃないかなと思ったんで動画を撮らせていただいております。このチャンネルではピアノとマインド、ピアノと仕事、ピアノの練習などというテーマで週に3回配信しているので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。はい、ということで、ある程度のストレスは必要っていうけど、でもそこになるためにはマインドが整える必要はあると思っております。例えば土台ができていない状態で家を建ててもすぐに崩れるじゃないですか。そんな感じでマインドっていうのは土台の部分だと思ってるんで、マインドはまず最初に整える必要があります。整えた後ですよ、思いました、全部自分の気持ちに従ったらこれって自分今の状態で死んでしまうんじゃないか、満足感も得られないまま死んでしまうんじゃないかみたいなことを考えました。これはやばいと思って、そのためにはどうすればいいかっていうと、目標を決めて、でそこに向かってコツ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 と努力していく。でそのためには自分の気持ちよりも行動するっていうことを優先しないといけないことがあるっていうことに気がつきました。身をもって体感しました。まあなのでそういうストレスですね、そういうストレスがあるけどでも行動する、でその結果乗り越えられたっていう達成感が得られるんですよ。それで自信につながるっていう風になっております。まあなのでそういう意味である程度のストレスは必要なんじゃないかなって話しているわけでございます。最近ですね、テストステロン系の動画とか男磨き系の動画とか見るのが好きなんですけれども、まあだからあと 2,3 ヶ月ぐらいしたら私も男になってんじゃないかな。それは冗談として見ていてやっぱ思うんですよね、輝いてる人ってってこういうことなんだな、私が輝いて見える人ってだいたいテストステロンが高い人だなって思ったりとかして、まあ男女問わずね。でそのためにどうすればいいかっていうと、まあ、やっぱり簡単に満足できるものっていうのを減らした方がいいなって思って、例えば今の時代すごいですよね、これが食べたいって思ったらすぐコンビニに行って手に入れることができたりとか、あとウーバーイーツとかでお金払えば運んでくれるじゃないですか、あとスマホとか見てすぐ人とやり取りできたりとか、情報とかもちょっと調べればすぐに入ってくるみたいな社会ですよね。まあなので簡単にご褒美を得られるみたいな、そういう感じになってるんですよ。昔はどうだったかって言ったら、それこそ大昔だったら何か食べたい、お腹が空いても何かを倒したりとか収穫しないと食べられないみたいなね、そんな世の中だったので、そういう面でもストレスっていうのはあったと思いますし、ちょっと前でもスマホとかネットとかがなかった時はこの情報を知りたいと思ったら、まあ、図書館なり行って、それでひたすらどの本に書いてあるんだろうみたいな感じで選んで、それでひたすら読んでこれだみたいな感じで探していたこともありました。少なくとも私が小学生の頃はそんな世の中だったと思います。曲の解説とかも絶対本読んで調べていましたけれども、今ネットで曲名調べてペッて押せばすぐに出てきますもんね。まあそんな感じですぐにご褒美を得られる、すぐに結果が得られるっていう環境になってるんですよ。だからストレスに耐えうるっていう経験っていうのが少なくなってるなって思っております。ストレスがかかりすぎてももちろん良くないですよ、それは体も心も壊してしまう。どういうことがストレスで潰れてしまうかって言ったら、夢も目標もない状態でひたすら何の意味があるか分かんない作業をしていたりとかね、そういうことだと思うんですよ。でも夢とか目標とかがあってで、そこに向かってコツコツと作業していくっていうのは、これを続けた後、これが手に入るって分かってるからできることであるし、自分の気持ちが乗らなくてちょっとストレスだなって思ってる時も乗り越えることができると思ってるんです。よっぽどもうこれは無理って思ったら、その時は休んでもいいです。本当にそういう日があってもいいけど、でも常に無理だと思って休むみたいな感じではなくて、目標とかに向かっているなら、ちょっと無理をしてでもやるみたいなことが
必要だなって思って、とりあえずアウトプットしてる状態なんですけれども、いかがでしょうか。今の時代、即効性を求めてね、例えば3ヶ月あれば奏法を変えられますとか言ったら飛びつく人多いじゃないですか。まあ私も多分飛びついてたと思いますよ、ね、今はそんなことはできないって分かってるんで、これをやればなんとかできるようになりますみたいなものが YouTube でも上がっていたりとかしますし、即効性を求めやすい社会だと思ってるんで、でも実際には身につけようと思ったら、コツコツと努力するっていうことが必要になってくる。コツコツと毎日続けるって、地道なことでも続けるっていうことはね、最低限必要なことになってくるん で、それに対するストレスっていうのにはちょっと抗うっていうかね、そういうこともしていった方がいいんじゃないかなって思った話でした。もうほんと人ってさ、別に自分の気持ちに従ったらどんどん怠け者になるんですよ。それは当たり前だと思っているんで、怠け者になる自分は全然責めなくていいんです。それ自体は責めなくていい。でも変わりたいとか、ある目標があるっていうなら、ちょっと無理をしてでも、無理をしてでもって語弊はあるけどね、でもこうなりたいとかいう姿があるなら、ちょっと無理をしてでもやったら人生変わるんじゃないかなって思います。なので俺と一緒に頑張ろうよな、お前ら。恥ずかしい。ああ、疲れた。参考になることがあれば幸いです。ということで、アーニャの音楽の話をもっと聞きたいなと思った方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。SNS も概要欄に貼ってあるので、ぜひ見てみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。アーニャでした。バイバイ。